カール・フライ・ヘア・フォン、フィッシャー・トロイ・エンフェルトは、ナチス・ドイツの武装親衛隊司令官である。旅団司令官として、ソ連侵攻中に第一 s s 不評旅団と第二 s s 不評旅団を指揮し、ユダヤ人や共産主義者、パルチザンの殺害に関与した。後に、第 10SS 装甲師団フルンツベルクを指揮した。アメリカ軍に拘留されていた1946年に、自殺した。 最終階級は、新英大中将。トロイ・エンフェルトは1885年に生まれ、1904年にプロイ戦軍に入隊した。1914年まで軍事アカデミーで学び、第一次世界大戦に参戦した。1915年12月に参謀となり、後にはエイリヒルーデンドルフ将軍率いる、野戦軍の幕僚となった。終戦後は、ハンブルクで、 民兵部隊の司令官をしていたが、1922年にルーデンドルフ将軍の紹介でアドルフ・ヒトラーと出会い、ミュンヘン一期の際には民兵を組織してヒトラーを支援した。1929年、トロイエンフェルトは事業に失敗したが、ユダヤ人のせいだとして自伝に、その結果、ユダヤ人どもとフリーメイソンどもの憎悪が経済的最悪を引き起こし、 私の事業は台無しになった。と書いている。その後、トロイ・エンフェルトは1939年4月に、新英隊に入隊した。1941年1月には、新英隊及び警察指導者に任じられ、1941年5月まで、北部、北西部で、武装新英隊を率いた。続いて、バルバロッサ作戦に備えて1941年5月に、 編成が始まった第 2SS 不評旅団の指揮を任された。1942年7月に第 1SS 不評旅団の指揮権を引き継いでその任を離れたが、いずれの旅団も広報地域の治安維持とユダヤ人やパルチザン等の殺害に関与した。トロイエンフェルトは1941年4月から1941年12月まで、 北東部の親衛隊及び警察指導者の地位を保持した。1941年12月から1942年9月まで、ボヘミアとモラビアの親衛隊及び警察指導者となり、ラインハルト・ハイドリヒの代理を務めた。1942年5月27日に、エンスラポイド作戦で、ハイドリヒが暗殺されると、ヤンク・ビッシュや、ヨゼフ・ガップ・チークラジック行犯の追跡に当たった。 1942年6月18日に、トロイ・エンフェルト率いる部隊は、首修羅が立てこもるプラハの聖地リルメトで、聖教大聖堂を襲撃したが、首修羅は生きて捕まることを避けるため自決していた。トロイ・エンフェルトは、その後下タポと意見を違えるようになり、1942年末に任を解かれて移動させられた。1943年2月から11月には、 ロシア南部及び、ウクライナの武装親衛隊司令官となった。1943年11月には、親衛隊中将となり、第 10SS 総甲士団フルンツベルクを指揮したが、同士団は1944年4月22日のテルノーピリの戦いで、大きな損害を受け、彼自身も負傷して、任を解かれた。回復後は、SS 本部勤務を経て、 イタリアの武装親衛隊司令官となった。戦後、トロイエンフェルトはアメリカ陸軍の捕虜となったが、1946年6月7日に、スタインラガー・アレンドルーフの捕虜収容所で自殺した。ありがとうございます。